はい、こんばんは。シンクロ加速信号チャンネル大村信号です。今日はですね、剣山から木内鶴彦さん、そして相原住職にお越しいただいております。よろしくお願いします。2回目の木内鶴彦さん の剣山ツアー、無事に今日山行けましたね。山には行きました、ね、いや僕らは行きましたね。そうですよね。ちょっとね、ちょっとね、ハプニングしててね、いや、あのこれ、5月か、今年の5月にやったんですけど、5月はですね、雨で、うん、念願のところに行けなかったんですけど、今日は晴れました ね、 ね、すごいですね。いや、すごかったですわ。こんなにいい天気になるって俺初めてじゃない。鶴見さんのね、まあ、たまにありますけど、しょっちゅう雨雨か、台風か、はい、地震かですよね。木内さんが行かれるところって、うん、今日は晴れたけれども靴が壊れましたね。どうも歩きづらいと思ったらね、靴がペコッペコッてなっちゃって。そんなこと、そんなこと歩けないですよね。そうね。まあ、それで、まあ、剣山のお話もね、あのしようかと思うんですが、日本でもね、隕石落ちてるんですよ。うん、で、前、何年前もやったな、もう20年以上経つかな、うん、あの、柵の方から流れ星を見たんですよ。柵から、うん、新庄の。そうそう、はい。そしたら、あの、関西の人も同じやつを見て、はいはい、で、2人して同じ時刻に写真を撮ったんです、はい、で、それから割り出して軌道を求めてます、で、その隕石がどこに落ちたかって言ったら、実はあの高知県と徳島の県境に近いところ、はい、おで、それに拾ったんですよ。あったんですか、このぐらいの。拾ってもらったんですよ。拾ってもらった、こっちの人に、うん、そしたら行ったらもうクレーターできててすぐ分かった。だいたい500じゃない、50メートルで、はい、計算のすごいな。世界中にその計算ができる人ってどれぐらいいらっしゃるんですか。あまりいないと思いますよ。いや、でも今 NASA とかやればすぐ出ちゃうんですか。 NASA はそんなことなさってると思いますよ。いやいや、でも、でも、ユーさんは、まあ、言うたら個人じゃないですか。個人でそんなことね、あの13桁ある電卓ですね、関数電卓ってあるじゃないですか、はい、あれを使って当時は電卓で、電卓 であれでこう行列計算を全部作って、そして解き明かしてるんですよ、ね、そうするとこう軌道が少しずつこう動いていくのが分かるわけですよ。うん、多分 NASA なんかはスーパーコンピューターみたいなんでやってるでしょ、きっと。なさってますよね、きっとね、電卓って。つまりね、あれ NASA でああやってるのもコンピューターが入ってるでしょ、あれなんか宇宙空間でそういうのが壊れちゃったら、あの人たち迷子になっちゃうよね。はいはい、そうですね。で、星を見て計算していけるっていう人たちがいれば、助かるよね。ああ、だから俺宇宙で行きたいなっていうのもあるんですけどね。あ、じゃあ宇宙で星はもう座標軸だった。座標軸。つまりあの太陽系に関してはね。あ、じゃあそれで大体震度が分かっていけるみたいな。そうです。だから飛んでくるやつもこの辺通ってるからこうなるなっていうのが、もう、だから彗星なんかもあの見つけるのに効率いいのは、あの過去のデータを全部調べるんですよ。で、どういうルートを、あの太陽系に対してどういうルートを通ってるのが多いなっていうのを全部求めてるんですよ。で、その求めてたところだけ見てりゃ見つかるじゃないですか。まあ、そんな簡単に言われてもね、ちょっと雲を使うようなですけど。いや、すごいな。それで先生が見つけられた、あの見つけたとか再発見ですか。再発見もあるし、あの連綿のやつもあるし、土屋木内水星とかね、ちょっと土屋さんの方が早かったかなみたいな。へえ。ツイートタトル水星も再発見ですよね。これはあの1600万年だったかな、アメリカの水素さんっていう方とタトルさんっていう方が発見して、そしてそれがあのなんか行方不明になっちゃった。で、その当時の計算だと地球にぶつかる可能性が大きいと
いうことになって行方不明になって、これ大変なことですよね。でそれをあの求めるって、あの見つけ出すっていう作業を、あの国際天文連盟の方から連絡がありまして、でこちらでまず計算し直して、そしてやったら1週間ぐらいで見つけましたね。予定通りしました。国際天文連盟ですか？そこから連合、そこから連絡があるっていうのもすごいですよね。今もだから、ね、今ちょっとね、これサボってるから来ないんですけど、ね、で、大きい双眼鏡で見てるんですよ。大きい双眼鏡、日本一大きい双眼鏡。それが九州さんの家にあるんですか？あります、ね、あのレンズが15センチ、こうで双眼鏡。ちょっと待っていいですか？双眼鏡って目が2つですよね。15センチ15センチやったら目合わない。いや、ちゃんとプリントでこれ持ってきてる。今僕がボケたいかにプッツッパカかっていう。目こめへんやなるほどね。それは世界一なんですか？今のところ販売されてるんで世界一です。それはよくある天文台にあるあの望遠鏡よりもよく見えるんですか？あのね、人間あので望遠鏡っていうのは全部左右全部逆転するんですよ。双眼鏡っていうのは成立度なんです、だから見つけた時に、こうスケッチも撮りやすいし、でまず見つけたらあの、ね、どんな感じかっていうとね、こう視野がありますね、視野のどこら辺にその彗星らしきもやっとしたものが入りますと、大体真ん中には真ん中だって分からないんですよ、隅っこをちょっとかすめたっていうのにうんって気がつくんですよ、人間っていうのは。でそれでスーッと少しずらしてみると、ああっていう。で真夜中のタバコの煙みたいな。ちょっと待ってください真夜中のタバコの煙、それ浩平さんのじゃないですか？当時吸ってましたねでそういう感じなんです。ふわっとふわっと、でそれを見つけてまずスケッチを描くんですけど、まず構成からスケッチを描いていくんですよ。で一番最後にあのもわっとしたやつを描き込む、それから1時間待つんです。見ないって言いまして、そして1時間後に見るとどっちにずれてるかって、もし水星だったら太陽系の周り回ってるんで少しずれるんですよ、でそれで方位を見つけて、そしたらあ動いてるって分かったら国立天文台に報告する。ちょっとすみません、前に出てもらう、あの障子の音がガタガタ入っちゃう。あ、障子の音かこれ自分の酔っかかってたやつ。大丈夫、酔っかかっても大丈夫です。映ってるやつを瞬間的に通っちゃわないんですか？ピュッて流れも違うんだ。あー、そっか、要するに惑星と一緒で、そっかそっか、ゆっくりゆっくりしてはるから。あ、だから1時間見ててもちょっとずれる、そしてあの国立天文台に報告して、そしたら世界にこの報告される、そしてあのだから24時間以内に名前がつくかつかないかって決まるんです。だから彗星の場合は発見者の名前がつくんだって。で一応3人までで、スイフト・サットルだけは俺の名前つけてくれなかったんです、アメリカが。ずるいんですよ。3人まで OK なんで。あ、それは同じ時に見た3人ではなくて、年代が連れてても連れててもいいわけ。いいんですか？それはおかしいじゃん、それ。おかしい。で、みんなあのヨーロッパの学者がおかしいじゃないかって大騒ぎになったんですよ。そしたら結果的にあのアメリカ その天文学会から、あの国際天文連盟に連絡が来て、これに小惑星っていうがいるんですよ、それにキーイチっていう名前をいただきました、だから今もう教科書になってるっていう。だからキーイチが今火星の軌道のちょっと外側を太陽の周りを回ってます。あ、キーイチが、はい、ちょっとややこしいですね。それ今3つですもんね。そうですね、3つです、なんか木内が回ってるって言ったら、木内さんがこう回ってるよって顔がちょっと待って、顔はそうですね。ちょっと頭に浮かんじゃいますね、直径20キロの木内の顔は嫌です。かなりでかい
今名前ついてる最高はどれぐらいなんですか？岸さん最高ではない。これ最高ではないんだけど、あの2年間で4つ発見したっていうのはもうありえない、その期間で、うん、それはあのちゃんとした計算式作って求めたやつ、うん、それもやっぱ電卓で、今も電卓なんですか？今もうコンピューターです。今コンピューターです。あのコンピューターにあのそうそう書き込んであの計算させないんで、まあ、コンピューターといえばコンピューターの生みの親みたいなもんですもんね、うん、インターネットの、まあ、そうそうそうインターネットのね、まあ、日本においては世界においては世界においてはね、そうそう、やっぱりちょっと物の名前ですよね。だってビル・ゲイツがくれたらいいんですよ。そうですよね。皆さん知ってるんですか？あ、皆さんご存知ですかね、あのインターネットの生みの親が木内さんということは。生みの親ではないです。まあ、解放したでもそれちょっと話し、それちょっと話、これ京都の国際会議場で、あの世界の環境問題とかそういうのを話し合うのに、あのいちいち連絡すると通らないんですよ。だから同時に同じ課題を考えるようなシステムが欲しいねって言ったのから始まって、うん、それがインターネットっていう、はい、でそれでやりだしたんですよね、うん、でそれをあの世界に開放した方がいいよと、でアメリカの代表に、うん、あのインターネット開放すべきだって言って迫ったんですよ、はい、そしたらアメリカは金に変えようとしたのね、はい、でいくらならいいって言ったら、あなた何を考えてんだと、地球の環境がおかしくなるって言ってるのに、うん、そういうことはするなって言って大騒ぎ、うん、そしたら無料で解放する。環境じゃなくて彗星がぶつかるって話の時のやつでしょ。うん、じゃあ最初だよ。彗星がぶつかるっていうね、その話をしに行ったの一番最初は、うん、それでインターネット解放しろって言ったんだよ。あ、まあそれもあるし、そう最初から話しか変えちゃった。アメリカ空軍との会議の時ではないですか？うん、違いますね。違うんですか？京都の国際会議場、もう京都議定書、うん、だから京都議定書ってあったんですよ、だから COP1、COP2 は日本だったんですよ、ね、で COP3 が有名になってる、うん、あれの要するに先駆けだったんですよ、うん、それで、まあ、あのそういうインターネットの通信網は世界に開放をしてみんなで共有しましょうよと言ったけど、アメリカが英雄っていろいろ言ってで、その、まあ、あの機関 OS みたいな、うん、その OS は誰が作るんだって、はい、そしたらあの当時ね、あの大学生で貧しい大学生がいたんですよ、うん、それがビル・ゲイツってやつ、うん、彼にやらせたらいいんじゃないですかって言ったら、ね、あれすごいよね、うん、Windows を作っちゃって、うん、結構大学生で来てた、いやいや学生じゃなくて、ああいう本でお互いに知り合うんですよ、そしたらね、長野県の軽井沢に別荘持ってる。そうですよ。あれもうできてるんですか、あの人の別荘。うん、なんかできてるっていう話ですよね。なんか地下掘ってる、うん。もう少しく、あのそれはあのなんか外からの電磁波とかそれを避けるためにね。で、あのもう少しこの西の方に来れば、佐久市があるよ。そこに来れば俺の名前を知ってるだろうっていう。そうですよね。ね、そから少しね、あれだけの仕事になったわけですからね。そうですか。そうです。あの神尾勘でのあれで講演したことは、うん、あります。ね、それちょっとみんな知りたいと思うんですけど。あれはね、あのなんつうの、ノーベル賞ね、いただいた。あの小島さん。で、あれあのところはあのかなりの純粋が溜まってるんですよ。うん、純粋タンクなんか、ものすごい広いタンクで、その中にあの地球をも通過するような超微粒子っていうか、それが通過すると電気が走るんですよね、でそれがチカッと光るっていうのをキャッチするのが神尾勘で、あのレンズみたいなでかいやつね、でそういうことやって、いやここでこういうことやったらこういうことも考えるんじゃないですかって、実際にそうですよね、で岸さんだったらどうしますかって言ったら、こういうことやるよっていうのを話したら、あの所長とそれから弟子の人がノーベル賞を言ってたんですよ。ああ、それでちょっとこっちはないね。ないな。なんで小島先生から講演のオファーがあったかって話なんですよ。
それはあの彗星をまあ発見してるっていうことや。ああ、うん、そういうのを知ってて。じゃなくて、もともとうちの顧問をやってた森本先生ですよね。あの、延山のパラボラアンテナの、天文台長、初代天文台長だった人がうちの父に目をかけてくれていて、で その後輩だから先輩が小芝先生。そうでそこからのつながりで、つながりあったよね。で、あいつに講演会させたらいいよって言って。何歳ぐらいの俺42、3かな、うんはいうん、まだあの頃ね、若い時にいろいろやった。あれ、ノーベル賞取った後前ですね。前です。前やったんだね。だから、そのノーベル賞取るって言った時も、我々のその星見てる人たちが、超新星爆発したぞって星野先生に電話して。あで、そしたら、その光が入る。で、あれの観測が、まあ一つその、あれになって。とにかく、キーさんの場合は、あの、公演で言わないことでいっぱいすごいことあるんで、僕を言っていいのかわからないことがね、いっぱいあるんですけど。そのアイデアの元なんかを、そういう人たちに話して、その人たちが、すごく成功する例が多いですよね。なんとか一番とかね。なんとか一番なんでしょ。楽天言わんと一番言うてんけど、楽天言うちゃった。いや、あれもあるんですよね。講演会してたんですよ。で、聞いてないから、それを聞いてて、それあの人もそうでしょ。だからそういうソースを作って。で、バサッと送ってきて。でこういうの作ったんですが、何を送ってきたんですか。電子マーケットって言う。で、電子マーケットのデータが入ったフロッピー。データフロッピー、フロッピーを。で、それが今の、なんやら市場の元になってるってことですよね。それは結構皆さん利用してる。それは皆さん利用してますよ。で、それから、それぐらい、キッタニさんがあれを何やら市場を作って大成功されたわけですから、まあ今のモバイルは置いといたとしてね、こっちの方はないね。結構ね、人いんで利用されてますよ。それでも講演会でベラベラ喋るんですよ。なんでだからもうこういうのその時思いついたことで、こういうの自分ちでやろうかとかっていうんじゃなくて、その場でペラペラペラっと喋っちゃうんだよ。で、じゃあ取られますよ、ね、で、いいこと思いついたぜって講演会で喋っててさ、もう遅いって。で、これはもちろん、講演料はもらってますよ。そのアイディアがないよね。ないですね。みんなだからその喋っちゃうんで、相原さんもそうですよね。木内さんがちぐぎさんのことわーって喋って、でそれで相原さんもわーって盛り上がっていって、なりますよ、ね、相原さんからこれはそれはいただかないこんなお世話になってるよ、ね、僕もそうです。この前 のツアーの時に木内さん の公演の様子を YouTube で配信させてもらったら、それはもう何万っていうビューになって、で僕からのこれもない、ねいやもうそんなことありがとうございます。本当にもう世界中に貢献されてますもん。ですね、だから生かされてるんじゃないですか。だから生かされてる。そうですよね。何度も行きたい。いいこと言うと。九州さん一つ質問したら、なかなか聞かなかったんですけど、臨死体験で過去から未来、瞬時に見て、その時に上から見てるので、例えばイエス・キリストっていたよなと思ったら、イエス見たってよく言うんですけど、最初分からない。やっぱ分からないです。分からない。もうそれ聞きたいんですよ。大体分からないですよね。あとでなんか書物に書いてあるじゃないですか、こういうことをした人に。あれ、この人と同じようなことを書いてるなんてあると、で、だんだん探っていくと、それがイエス・キリストで。だから検証の旅をするんですけど、それがやっぱり僕、やっぱり分かんないから研修してるんだなと思ったら、やっぱりそうなんですね。そうです。で、完全に分かんないですよ、ね、で一緒にまたね、こういう皆さんと同じようにツアー組んで一緒に研修されると、またその人たちもものすごくあれが上がるんだよね。そうです。そう、臨死で見た時にイエスさんが
イエスって名札貼ってへんもんね。そうだから分かるはずないと分かるはずないですよね、はい、もうセットが変えてるもんね。あの織田信長っていうのは明智光秀よね、待ってたっていうのはやっぱりそれ上から見てて、やっぱり上っていうか同じ目線ぐらいで見てるんですよ。あ、同じ目線ぐらい高さはね、うん、で織田信長っていう人が どの人かよく分からない。やっぱ分からないよね、うん、いわゆるその肖像画とかあれじゃないですか、うんうん、やっぱよく似てるんですか。似てるっちゃ似てるかな。なんかね、昔あれバチカン行った時はやっぱりそれもう見てすぐ分かった。バチカンに行ってあの巨像ね、あのジョルダーノブルーの、うんうん、彼は、あのそれはまだ写真でしか見てない、だから実際には行ってみたい、イタリアにね、で、あのデスマスクってやつをあの岐阜県の人が作ってあるんですよ、あの織田信長、はい、それを見るとね、毛穴が開いてるんですよ。毛穴が開いてる、そこで生きてる状態で、だから自分で残したかったんじゃないですか。行きますよね、行きますデスじゃない、デスマスクじゃないです、デスにはなってない、デスにはなってないです。でそれを作っといてまた自分でも生きてるわけだけど、生きてるんですとかでややこしくなるんですよね。だけどそういうのを後世に残したいっていうのがあったじゃないですか。でそれが義務に残ってる、義務になってます。だから現地っていろいろやっぱそれが思い出すっていうのが多いですよね。あれこれこの顔はこの花面、花あれ特徴的なんです、花の飼いっぱなが、あれこれ見たことないというふうに最初はそういうとこから始まって、やっぱりね、僕最初から分かるっていうのね、不思議やなと思ってたら。明智さんもどうやって分かったんですか。明智ですしですね、一家戦艦ってね、よく言われるけど、あれも実はクリスチャン、二人とも織田信長もクリスチャン、で、日本の天下を取るのに飽きたんですよ、で、世界の王になりたいって言って狙ったのがバチカンだった。ローマ法王を目指したんですよ、そういう野望で、だけどあの行く途中に明智光秀はインドで亡くなっちゃったんですよね、あの流行り病ですか、なんかあっちの病気 で、あの時何人乗ったの、470人って聞いたように思うんですけど、船にね、やっぱそれぐらいの、あの家臣と一緒に木造船、あっ幼子なかった人たちは家臣の連れていかなかった、全然行ってないんですか。結局あの船に何人ぐらい乗ったの。どのくらいですか。結構あの多くの人、ああいう船でいられていくときにあのご飯も使わなきゃいけないじゃないですか。そうするとへっついがあったりするんですよね。あの船の中にああいうへっついって面白くて、こう波でいられてもひっくり返らないようになってます。そういうところで味噌汁作ったりとか、なんかその構造ってあのおっしゃられたノアの箱舟の構造とよく言ってますね。俺あの聖書さまやって見てたやつが笹みたいな感じだったんですよ、笹みたいな、で、あのアララトさんの方に行って実際に見たら、あ、これだっていうのがもうありましたよ、で、ちゃんと3つこう玉があって、あのこれがこう回転するな、ああ、間違いなかった。だからよく船、こういう船が、あのノアの箱舟って言ってるけど、あれ一発の波で沈んじゃったらおしまいですよね。そうですよね。だからあのあれですよ、釣りの浮きを思い浮かべてもらえれば、あの感じですよ、じゃなくて、なんで信長か光秀か分かったかっていう話をしてるんですよ。それは話してるわけです。補足すると、あの信長にから見てる目線で、信長様って言われたから分かったんですけど、だけど信長様って言ったやつが誰か分かってないんです、だったとき話してみて、その話の中で総合した結果、あ、光秀だって後で分かる、取り付いたのは信長だって分かる。だからほとんど見たときには分かんない状態です、分かんない、そうですよね。後の資料を見返したとしても、なかなかそれは光秀まで行き着かないですよね、歴史の中ではなくなっちゃってるわけですからね、だからあの絵なんかみんな本物かどうかってわからないですよね、今ちょっと徳島ではあの三好長慶が有名になってきたんですけど、
あの歴史上では、織田信長より 3,40 年前にクリスチャンになってるって、うん、そうなんですか、はい、あの人が、まあ、第一の天下人って今言われてるんですけど、そういう人の影響っていうのは受けてないんですかね、織田信長。いや、あれ当時受けてたかもしれませんよね。ねえ、うん、結びつくんですよ、やっぱり。まあ、面白いなと思ったのは、伊佐山が来た時に釣りさんまで来るんだけど、うんうん、最初にあの要するに刺されて死ななくて、うん、で知ってる人たちがその箱から箱つかあの棺桶みたいな石から出して逃がすんですよ、うんうんうん、そしたらあのまず消えたっていう、はい、消えてますよね、ね、あれが噂がない、でどこに行ったかって言ったらシルクロードをずっと歩いてきて、うんうんうん、そして台湾の対岸まで来て、うんうん、で台湾から船に乗って、はい、あ台湾じゃなくてあのそこから船に乗って台湾に行ったんですよね、はいはい、で今度台湾でしばらくいてそこから今度船に乗って流されていくんですよね、うん、そうするとあのあれは何長崎だね、長崎の諫早市に着くんですよね、うん、でそこで彼はまたその自分の思いのことを喋るんですよ、うん、でそういうことがあって、だからキリスト教の前世みたいなやつがそのぐらいにあるんですよ。でだからあの人たちはそれを称えて、イサハヤってイサヤのイサハヤっていう地名をつけたんですね。あの元はヘブライ語なんです。ヘブライ語、ね、でイサヤを書くとイサハヤになる。うん、我々はイサハヤと読む。エチとなる、ね。そうです。だからそれにしてああそうだったんだってなって、あそこの土地はあのザビよりずっと前にもうすぐに来たんだ。そう。じゃああのイエスって言われる人がイザヤって分かったのはいつぐらいですか。イエスって言われるのは死んでからあの3年、300年。え？300年です。300年後。だから会わないんですよ。おお。それまではあのイザヤっていうね、うん。名前で言われてた。でそこからずっと今度四国に渡って、うん、あの天にかかる光の柱、これは釣り人さんなんですよね、うんうん、それに乗ってあの世に行きたい、うんうん、それが当時の賢者の表しである、うん、でそれはあのヨーロッパの方ですごく流行しててあの言われたんで訪ねてきたんですよね多分。でそこであの口が島がなくなっちゃって、その遺体があの終戦直後に GHQ の人で持ってたっていうことをあの徳島日報の新聞を見せてもらったんですけど書いてありましたね、うんうんうん、でそういうことがあったんですよね。山本大将がこれって言われるんですけど、はいはい、キャプターの未来、まあでもあの以前のところは別ですか。そうです、場所がね、はい、あれはあの 何人だったっけなんですか。あの今日降りてくる西島、はいはいはい、あそこ降りて、はい、しばらくこっちに戻ってくるときに、うん、右側にあの崩れたような石がコロコロする、あそこはずっと洞窟だったんですよ、うん、でそこの中で俺が一番最初に来たときはそこはまだ洞窟だったんですよ、うん、そこの洞窟にはイザヤだけだったんですか。いたの他の人も、ね、いや多分他の人もいたと思うんですよ。いるんですか、うん、だから待機っていうか、うん、してたそうですよね。だって一番上で待機はなかなかね、うん、だから西島のあたりで待機ってしやすいですよね、うん、あと西島がちょっと不思議なところなので、えあそこ、はい、あそこあの太鼓くぐりっていうのがどうもね、はい、あそこ下へ通じてて、すごい音が出てるっていう人もいるぐらいなんで、だからあの上すごい落ち着くんですよ、うん、一番上に上がった時。あそうですか、はい、あそこ太鼓くぐりも昔はくぐれたけど、今はもうくぐりづらくなってますよね。もうくぐれないですよね。はい。だからあそこ、俺が最初見せた時は穴入ってたの、洞窟になったんだけど、うんうん、誰が崩したんだろうと思って。なんかあれ、妙ですよね。妙です。次に行った時には半分まで埋まってたんですよ、うん。で、そのついたら全部埋まってて。はい。一応、あの、大正寺の小さんと初めて歩いた時に、うん、もう少し下で、ここかなっていうとか一箇所あったよね、あったんですけど、うん、
っぱり何か気を感じたのは、やっぱり他の誰かがいたんですかね、あそこら辺。いたんじゃないかな。ね、あそこら辺りでみんな待機してて。鶴木さんってあのイエスがこもってたんじゃないかっていうところが西島にあったりとか、うん、その上で、大国振りがあって、うん、でもっと上行くと釣り輪、亀岩の下のところから魚屋さんが登っていったとか、うん、であと山本大将が掘ったとか、うん、もうなんかありすぎですよね、ありすぎですただみんな賢者になりたかったんですよね、うん、あの光に乗って天に召されるっていう、うんうんそのまあ、いわゆるもうベタな話ですけどアークが隠されてんちゃうかっていうことも言われるじゃないですか、うん、あれは違うんだよねそうどういうふうにだからあれはそこに出る今はもしかしたら薄く出てるかもしれないけど光の柱のことなんですあアークが、まあ、それがアークなんですそれがアーク、うん、この前うちね、はい、あるところからおばあちゃんと、はい、実はその方も3回実施体験って言うんですよ、本人が、で来た途端私の顔を見ても涙流しながら握手してって、で聞くと岸さんのことよく知ってて、私と同じ体験をして岸さんのことを知ってすごく嬉しかった、で実は岸さんはこういうことで鏡石とか見たんですよって言ったら同じ雰囲気光景を見てるんですよ、でそのおばあちゃんが言ったのは4、5人で石を持って光らしたよねって言ったんですよ、そういうの見ました見ましたねあ、見てんねやだから薄くしてるんですよね、で、あの石も不思議でしょあの、一番表面のあ表面はねこのくらいの厚さで石の種類が違うんでしょ、はい、はいはいはい、違いますよ、うん、上に塗ってるあれでしょ、うん、あれどうやってくっつけたんですかねあ、くっつけてるんですくっつけてるあれを磨いたわけじゃないんだあ同じやつじゃないですあれあ、まあ、別の石をね、うん、あだからもうこうやって上からこうくっつけた、うん、いや例えばね岸さんこれぐらいの机ぐらいの石で鏡石にして、うん、こう反射鏡で 4,5 人がこう当ててるっていうか向こうへ、うん、そういうのを見たっていうのはそんなのはなかったそういうのもありましたよあの場所によってですけどやっぱりあの九州の方 の阿蘇あたりにありましたねあ、やっぱあるんですね、ひなか坊主ってだからその鏡石のやってるのを見てるんです、そのおばあちゃんあただ俺一番問題なのは、あれどうやってくっつけたんだろうって、石あ、コーティングみたいなことですか違う、これだけの厚さが違うんですよ、石があれ元の原石を一回切って磨いてあるじゃないですか、そこに塗りつけたっていう前で貼り付けた接着したっていうのそうそうそうそれにしたら大きいですよね、大きいサイズがだって こんな手の大きさとかないね。だからいろんなね、あの後送ってくれた画像の人はもうちょっと小さいやつあるし、うん、あ小さいのもありますありますね。だからだとすればよくある、まあ、前にちょっと話してたのが鏡石ってそもそも人工物そのものじゃないかっていう説をよく言ってるんですよ、どの技術使ったっていうふうになるじゃないですか、人工物なら、だからピラミッドを作ったコンクリートで作ったやり方と全く一緒の作り方って前に聞いたことあるんです、つまりその最初にコンクリートの土台を作ってそこの上にはプリンのカラメルと同じように塗るんですよ、であとは固まるのを待つ、そこから磨き出す、で最後にコーティングをかけるっていうのが工程なんです。あの多分本人忘れてると思うんですけど、はい、あのピラミッドとはまた全然違うやり方です。違います。でもね、ピラミッドを作った時にものすごく働いたのが岐阜県の人たちだったんです。あの人たちがそういう石を固めていくっていう、でよく見たらね、今でいうコンクリートの技術ですね。そうですね。なんで岐阜なんですか。岐阜にそういうやっぱり日本から行ってるわけです、そう日本から、ね、エジプトまで、エジプトまで、あの溶かすのにその石灰石、石灰石か花崗岩とかを溶かすんですけど、確かあの今日見てきた鏡石も基本的にはあの花崗岩に近い石灰石ですよね、ならばあのとある薬品使えば溶けるらしいんです。でそれがもともと南米にあった草を持ってきて、それを茹でるだかなんかしてエキスを抽出する、そうするともともとの石がコンクリートでドロッとなるんです。あるんです、そういうとこ。あ、そうなんですか。僕ね、昔見つけてるのは、これ石原にしては
今でいうセメントの吹き付け、うん、したようになってるなっていう場所がある。徳島に。辻木さんですか。辻木さんに。あ、そうなんですね。でもあんまりそれ定かでないんで僕はあんまり言ってないんだけど、あります。あるんですか。こんな調査隊作らない。ですよね。だからあの今日あのおっしゃったあの辻木さんの麓の神社、うん、あのでっかいお聞きしてあるじゃないですか。おといは？おといは、はいはい、あれだったってもしかしたら普通に人工で。だからあの真ん中から上おかしいでしょ。うん、あれなんか塗ったようになってるんです、うん。切ったよりも塗ったようになってるんですよ。うんうんうん、ああいう破綻とかあるんですよ。え、これセメントじゃないって、大きな岩肌も。だからそういう技術があったんでしょう、ね、エジプトの方ではあの、まあ、ピラミッドなんかもあるんだけど、大きなあの花崗岩を削って研磨して、うん、凹面鏡を作るんですよ、うん、で、はい、焦点を合わせて、でこちらに向こうにあの凸面鏡を作って平行鏡を作って、うん、石を溶かしてで、そうすると切れるんです。綺麗にレーザーコース。レーザーコース。そうですか。で、そしたらそういうのがあのエジプトのあのなんつうピラミッドの近くに結構ありましてね。途中まで切ったってやつが。あれはすごい。でもピラミッドそのものはこうコンクリート製でしたあれ。そうそうそう。それ溶かしてあるね。溶かした型枠で、あの同じ反抗があったんです。うんうん、あとはあの補正だよね。補正に使っただけです、それは。あ、うん、で、あれはあの型枠を使ってやってるから、同じあの例えば 石のポールがあるとすると同じところに同じようなへこみがあるんですよね。うんうん、まあ、型ですね。型枠っていうのそれを使ってるな。木の年輪っていうか、ああいうの出てるんだよね、うん、だからコンクリートと同じですよ、ね、うん、そういえばストーンヘンジもね、途中ねコンクリートかっていうとこあるんですよね。うん、それほんまに1800年代ぐらいのコンクリートでやったかもしれないけど、でももしかして古代のもんやとしたら同じような技術かもしれないです。でだから最初見た時ね、石と思ってるじゃないですか、うんうん、だから石だなと思っても何回見ても不思議なんです、その、うん、コンクリートにしか見えないんですよ。でもコンクリートだって言われると納得しますよね。納得するんです。だって今日も僕初めて見ましたけど、あんな真っ近くであの倒れてる角度測ったんです、あれ、うんうんうん、30度なんですあれ。綺麗に西向いた30度があるんですね、うんうん、なんでって話ですよ。ですよね、うん、だからあの多分下からこう当たったのがこういくようにしようか、つまり計算されてる、そう、平行になるようになってるんじゃない、うん、っていうことなんじゃないかな。すっごい複雑な計算してると思うんですよね。全然俺らの頭と違う。違いますよね、うん、そういうに言うとね、あのムーっていう雑誌あたりで、ね、あの宇宙人じゃねえかとかすぐ言うんだけど、ね、あの M タミ編集長が喜ぶやつ、ね、あのでもそのいわゆるさっき言ったその草、あのコンクリートっていうかその花崗岩を溶かす草っていうのを南米から岐阜でそう栽培するんですよ、今度。で、その金山遺跡やっぱり。金山遺跡、ね、だから型だっておっしゃったんですね、金山遺跡のあの岩を。だから反対側の長野県でも同じことやるんですよ。なんでかって言ったら標高が必要なんですよ。アンデス山脈とかああいう標高が必要。そう、草って今もあるんですか。あるでしょうね。ただ我々がそれを知らないだけで、あるにはあると思います。ただ今雑草みたいな感じになってるんですよ。だから固定関連がありすぎてわかんねえなんですよね、我々。草で石とかする、うん、溶けるんですよ。溶けるんです、溶けたようになってるとか。そうで、今度逆にこう固める液もあるんですよ。固める草もあるんですって、うん、そういう目で見てみないと、うん、そしたらきれいに型に型ワークができてる。これ言っていいのか、ピラミッドってあの植物性の中ボンド聞いた。ボンドじゃなくて、さっきの草。草。草。その草。うん。あれであの石を溶かして。あ、草自体で溶かして。そうあのアクリルくっつけるのと同じ理論ですよ。あれアクリルを あのアクリルのボンドで溶かすんですよ。溶かしたとペタってくっつけるんですよ。だからあの水素、そういう薬草があるわけや、ね。あのだからさっきのそのコンクリートを溶かすやつがあるって言ったじゃないですか。うんうん、あれをスッて塗ってパッてつけたら終わり。あとは乾くのが待てば、詳しく聞かんとね、あの
前に聞いてもやっぱり自分の発想でしてるから全く違う発想してたんですよ。そうです。あとはその例えば切ったりとかっていうのもあのいわゆるこう長く作ったりするじゃないですか、の型枠で、それをだからミニガチャンって切って、あのカステラみたいに切って送ってくる。あのフライングソーサーは見たんですか。あのね、ピラミッドの周りに何機かなんか砂の中に埋もれてるはずですよ。あるんですか。うん、あの昔あのでその乗ってきた人たちの中にはあの金星に行ってる連中もいるんです。ああ、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 やっぱあの人たちが使ってた、ね、うん、だから金星に行って長い間住んでると あのあれとよく似てくる、なんつうの、あのグレイっていう宇宙人。なんでギフやってんやろっていうのがすごい気になるな、ね、ギフが。あ、ギフね、アスクランダースまで固めていろいろ作るっていう技術があったんですよね。で、あの、なんつうの、石灰水を入れてやると型がカチカチになるじゃないですか。で、そういうのを使ってやってると。ギフはギフで高浜があるの伝説があったりしてね。あそこはちょっと変わってますよ、暗い山とかね。暗い山とかね、変わってますよね。このあの箱舟はもう一回確認する。50層でいいんですよ。50層。50層、はい、1層ってみんな思ってる。いや、50層です。50層ですか。50層全部どっかに漂着してるんですか。どっかにね。だから西の方にね。流されてるから ね。ただし、あの普通の船の格好しないから。で、あれを見て、まずあの一番後ろの締めのところがあるんですよ。船の。あそこに TK って書いてあります。TK イニシャル、イニシャル、その遺跡みたいなやつ、うん、それ死んだ時にいたずら書きしたんですか。はい。だからそれ TK って書いたら親父って思ってくる。な、俺が行けた話。それはあのどの付近の、あのだからアラスタの周りに何層か重なってるんですよ。ああ、そうなんですか。あそこ結構あのなんつうの、こうペルシャ湾からこう突き上げてくるみたいな。一層じゃなく何層かがそこへついて、その一層に書いたんですね。じゃああそこに50層っていうのはみんなアララットさんについたんですか。全部じゃない。結構いろいろばらけて、中にはやっぱ沈んじゃったやつもあったり。いや、だから僕前あの日本にはないですかったら向こうへ波が行ったんで、あの時の津波はあのそう東から西に流れてた。その船の出発点はどこやったんですか。要するにあの太平洋の真ん中とかね、ムー大陸って言われてる、うん、おお、だからとか、あとアフリカとか、モーセないやねん。ノアないやねん。ノアどこにおったんやちゃうんですよね。だからね、なんかあの時代の人たちって数学がすぐ解けてたんですよ、うん、ただし我々と使うような数学とは全然違う、うん、すいません、ちょっとお時間だそうで、はい、そもそも旧約聖書を成り立ちがおかしくなってくるね、今のね。で、ノアはどこにおったんやって。もっといっぱい聞きたいと思います、ね。じゃあ、以降は YouTube ちょっと配信できないので、この会場だけでということで。いっぱい聞きましょう。聞きましょう、これから。YouTube の方すいません。ということで、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。キウスさんと、ありがとうございました。これもちゃんと、一応なくてすいません。